その一行あらすじを読んで元の作品だったり映画を読みたくなる見たくなるっていう魅力が伝わること、その上でよく自分の主観とかが入っちゃうんだけど、主観はいらないの、ニュートラルにやんなきゃダメ、どちらにも肩入れせずにニュートラルに書くプロの仕事です。はい、こんばんは、石田イラです。こんばんは、吉水ノアです。こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube とポッドキャストで配信しております。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい。さあ今回はですね、久々の小説家スペシャルということで、はい、何をやるかというとですね、まあこれ一言で言うとね、面白さとは何か、その確信をつかむためにはこれなんです。あらゆる作品を一行あらすじでまとめてしまおうということなんだよね。憂鬱な回ですね。ね、なんでそれ、だって全然憂鬱じゃないと思う。まあそう、だからこれさ、みんなもう忘れてると思いますけど、僕どの回でどういう経緯か細かいこと忘れましたけど、多分前回の小説家スペシャルとかでもやっぱりこういう話出てきて、批評力だ、そこのところでやっぱり一語でまとめること大事だっていう話プラス、イラさんがそもそも一言でまとめる天才というかさ、だけど言うほど簡単じゃないよね僕らはみたいな。そうそっからね、今回じゃあその辺をってことで、まあ皆様のね、あの応募もいただいて、そうそう、結構いっぱいあるよね。そう、もう総数で52通もいただいてですね、ありがとうございます。ちなみにですね、仮のテーマとして出したのは、はい、呪術廻戦、うん、で川端の伊豆の踊り子、うん、夏目漱石の心、はい、ヘミングウェイの老人と海、うん、中国龍磁器の3体、タイタニック映画の方ね、うん、それと君の名は、もののけ姫、そしてサンテグジュペリの星の王子様という、うん、これでもなかなかいいセレクトだよね。ね、本当コーナー柔らかいもの、ラブストーリーから調べて、ね、うん、でまあそれを一言でまとめてねっていうので、いろんな方が応募してくれたというね、うんうん、ただあの一言コツとして言うのはですね、はい、大事なのは簡潔にまとめることを一行だから、うん、一行ね、うん、そして面白さの核心、そこのところ伝えないと分かんなくなるんだよっていうところはちゃんと入れること、うん、核心をつかむこと、うん、そしてその一行あらすじを読んで元の作品だったり映画を読みたくなる見たくなるっていう、いや魅力が伝わること、その上でよく作品とか書いているうちに、あ、一行でまとめてるうちにちょっとからかったり、これつまんないよねみたいな感じで自分の主観とかが入っちゃうんだけど、主観はいらないの。褒めすぎもけなしすぎもダメ、それはもう全くダメだから、ニュートラルにやらないとダメ、ほうほうほう、でどちらにも肩入れせずにニュートラルに書くという、まあ、要はプロの仕事です、うん、一行あらすじを書くっていうのはプロの仕事だと思ってやって、要はある企画がある、それを重役会で予算を取るために説明しないといけない、でこう聞くわけだよ、金持ちの太ったおっさんの重役が葉巻とかを吸いながらハリウッドでは、いやお前はなんだかんだ言ってるけど、その企画のどこが本当に面白いんだ、一言で言え的なことを言われた時に、これはこうこうこうで面白いんですよここが、っていうふうに言うための一行です。だから企画会議、あるいは企画書の冒頭、あるいはフライヤーとか作るよね、そうそうそう、マスメディア向けとか映画とかもね、そういう時の決めの一言みたいなのを全部含んだ一行あらすじっていうことなんだよね。いやだから今ちょうどフライヤー出てきましたけど、今回この間あのね、宮崎さんのあの、作品名も最近名前出てこない、何でしたっけ、君たちはどう生きるか、で映画館行ったりとかすると、やっぱりなんか今まではぼーっと見てましたけど、予告編とか、そのフライヤーとかって、まあ、実際の作品が面白いかさておいて、散々文句言っときながら自分が作るとなるとね、いやあれもすごいやっぱねかかってますよね、いろいろ力がね、まあ、かかってるけど、はっきり言って下手くそなのが多いよね、皆さんからするとツッコミどころ満載なんでしょうけど、何これみたいなさ、そこのポイントじゃないのにそんなとこだらだら話してもしょうがないじゃんっていう、なんか私もこの企画にトラウマがありすぎて、まあ、企画っていうかこの一ギャラスっていうかこの物事こう面白さの確信をついた一言を言うっていうことで、なんかもうトラウマがありすぎて、もう本当に今日憂鬱です。わかりました。はい、で、ノアさんが今回呪術廻戦のやつやってきてくれたんで、はい、入りは呪術廻戦です。なんでですか、はい、もちろんノアさんのも後ほどね。やだよ、ミカさんにちゃんと構成にじゃ。いいじゃん、全然。別に。呪術廻戦からいきます。っていうより、でも呪術廻戦のさ、シーズン2面白いね。面白いしね、ワンより面白い、ね。いや、全然いいよ。特にもうあの女の子が殺されるシーンは最高だったな。あ、そうですね、あの辺が一番今面白いと思います、ね、本当だね、珍しいですね、早川さんアニメあまり、うち子供が見てるから、あ、そうなんだ、で俺より子供が見ちゃうんだ、スパイファミリーも子供だけが見てるから、そうですか、うん、ちなみに呪術廻戦に関しては、応募が5通来てるんだけど、はい、じゃあちょっといまいちなやつから読んでいくね、はい、これはねやっぱね長すぎなの、うん、
3行あるんだよね、はい、呪術廻戦の1行あらすじ、うん、マスさん40代男性、うん、会社員の人です、うんうん、1960年代半径10メートル以内の人間の五感記憶を統合して、うん、一つの頭脳として思考できる領域展開を持つ公安職の30代女性が、人間を従順なロボットにしてデモ隊を組織できる半径5キロの領域展開を持つ男性と駆け引きをしていく話。これ自分で考えたやつなんだ。ああ、そういうことか。そうですよね、うん、多分、うん、これは元の呪術廻戦を全く含んでいないのでバツです。ちょっと意味が分かんないけど、うん、もしこれがあったら逆にちょっと読んでみたいね。うん、うんうん、そしてこれ三角、一番よくありがちになる形なんだけど、条件が全部揃って過不足ないっていうのが、うん、常人離れした運動神経の主人公、うんうん、この場合は板取雄二とかって名前入れちゃっていいと思う。常人離れした運動神経の主人公板取雄二が、うん、化け物退治のため呪われた指を食べた、うん、ここは呪われた指だけだとダメなので、うん、両面宿儺という、うん、中世の最強の呪術師の指のミイラを食べたとかにするわけ。なるほど。呪われた指だとなんかその怖さが出ないじゃない、うん、指のミイラって怖いじゃない、うんうんうん、しかしそれが原因で、もうでも原因でとかいらないんで、そのために、うん、化け物退治の専門家集団に捕らえられ、うん、化け物を退治するための学校に通うことになる話、うん、ここね惜しいのは、うん、呪われた指を食べたことで、うん、虎杖悠仁自身が宿儺の能力を得てっていうところが欠けてるんだよ。うーん、なるほど。なので化け物を退治するための学校に通うことになるだけだと、うん、あ、そうなんだって思うけど、うんうん、化け物退治の呪術師になるっていうところが入ってないと分かんないから、呪われた指を食べて宿儺の能力を得た悠仁が、化け物退治を確かにのハンターになっていく話とかだったらこれで丸だったの、うん、まあ、呪術廻戦ですもんね。そう、三角のところはそこが分かんないから、うん、あとはやっぱり虎杖と両面宿儺っていうヒーローの名前と悪役の名前は欲しい。へえ、うん、そっか、ちょっとあんまり突っ込めない、自分もやってるからこの後あんまり言われないように。で次のやつね、はい、まああるよね、つむつむワンダーランドさん、うん、32歳大学職員の方、うん、呪術廻戦の一行あらすじ、うん、大音量両面宿儺の指を飲み込み呪いと同化した少年、うん、虎杖悠仁は全ての呪いを取り込み自殺する生き様のために、ここら辺がちょっと難しいんだよな。ここまではいいんだよね、うんうんうん、虎杖悠仁は全ての呪いを取り込み、うん、処刑される運命であった、うん、それに抗って呪術廻戦で友人たちと切磋琢磨しながら頑張っていく話みたいだったらそれで丸だったんだけど、うん、ここら辺のところで文章がちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃうんで、うん、一行あらすじに関しては別に文章は3つでも4つでも分かれていいので、うんうんうん、一行だから一文章でなくていいんです。あ、そうですね、一文章にするとなるとなんかつながりが難しくなるんで、そこをちょっと注意した方がいいかな、うん、ただ入りはいいよね、うん、大音量両面宿儺の指を飲み込み呪いと同化した少年虎杖悠仁、確かにここでもうまるでいいの、うん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 、で彼に課せられた任務は両面宿儺の指20本すべてを飲み込み自殺すること、うん、そのために呪術高専に入学し、ね、周囲の友人たちと手を組み呪いを払っていく話とかだったらもうこれでまるだったんだよな。惜しいんだよこれも、うん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 、そして送っていただいた中で僕が丸をつけたやつは2つあります。はい、安太郎さん28歳男性公務員の方、うん、呪術廻戦の一行あらすじ、人を助けろという祖父の遺言に呪われた主人公虎杖が呪いの王宿儺の指を食べ力を手にし、呪術師としてたくさんの人を助け、宿儺の器としてたくさんの人を殺し、最後は仲間の呪術師によって殺されてしまう話、うん、これよくできてない、うん、ただ正直言って漫画の方は全然そこまで進んでないんで、殺されてしまうところまで言うのはちょっと行き過ぎだよなって思うよね。今全然展開が違うから、本誌の方では今あれだもんね、五条悟と両面宿儺の器は今イタドリルじゃなくて伏黒の方に移っちゃってるのよ、うん、え、そうなんですか。そうだから伏黒対両面宿儺がものすごい戦いをしてるっていう、現在進んでますよ。だからこの後イタドリルがどう出てくるのか分かんねん誰も。あ、そうなんですね、うん、だからイタドリルは今空っぽです、うん、あらま。であと変なやつあったじゃない、うん、血を操る兄弟、ほうほう、あれを飲み込んでる。どういうこと、違うもん飲み込んでだったんですか。そう、
で両面スクナー出ちゃってるんだよね。そうなんだ。そうだから最後のところまでここまで行っちゃうとちょっとだからなんかばかした方がいいかな少しな。なるほど。そしてエントリーナンバー2番ゆとりさん30歳男性からです。呪術廻戦の一行あらすじ、うん、人の呪いが目に見えない異形の怪物を生む世界、異能力を持ってそれらを払う影の組織とその養成機関の学生たちが日本中にはびこる呪いに立ち向かうバトルアクション漫画。当たりやすい、うまい、ちょっとプロっぽいですね。プロっぽい、うまいし、大まかな設定は分かるんだけど、うん、これは丸なんだけど、けどやっぱりね、虎杖悠仁、呪い、うん、指、あそっか、両面少なが出てこないから、うん、細部をもうちょっと補強したらこれが最強。あ、そうなんだ。そうですね。そう。確かに。うん。いや、そうなんだよ。バトルアクション漫画なんだよ。骨格はしっかりしてますよね。そう。ただ、こういう時にさ、バトルアクション漫画とか、うん、なんとかの話とか、なんとかって映画みたいな形で終わらしちゃダメ。なんか俺も突っ込まれそう。うん、じゃあということでここでノアさんの呪術廻戦読んでもらいましょう。はい、人間離れした身体能力を持つ大学生、高校生な、あ、大、間違えた、男子高校生が特級呪物スクナの指を集めるために異能バトルする話でおしまい。はい。いや、設定をちゃんと説明してるから悪くないんだけど、その後の展開が欲しいかな。要はさ、うん、このお話の一番怖いところは、はい、自分の使命を果たしたところに殺されるっていうことなんだよね。はいはいはい、そこを入れたいの。じゃあ一応ちょっと言い訳タイムいいですか。私がどうやってこの文章を作ったかと言いますと、うん、まずその一巻、多分あのこのストーリーの軸になる部分って一巻に書いてあるなと思って、とりあえず一巻 をバーッと読んだんです、うん、まあ、あの話は知ってるんですけど、でその中で主人公がどういう人かっていうことがまず必要っていうことと、うんうん、あとその唯一の肉親である祖父の遺言、お前は強いから人を助けろ、うん、っていうこと、うん、とあと特級呪物のスクナの指を食べて呪力を手に入れる、うん、そこは大事だね。あとスクナに頼る器として死刑を宣告 される、うん、あと全てのスクナを見つけ出し取り込んでから死ぬ、うん、祖父の遺言を守るため呪術師になって異能と戦いスクナの指を全て食べて人々を助けたいっていう、こう有事の気持ち、はいはいはい、っていうところをピックアップして最終的にさっきのになった。ごめんごめん。ということはね、多分このね、おじいちゃんの遺言のところはすごくいい話なんだけど、うん、本筋と関係ないからここは×。そうですよね、うん、で特級呪物スクナの指、うん、これは OK、うん、でここを入れたかった、スクナの指を全て食べて、うん、まあ、死刑を宣告されるっていうところ、うん、でその死刑を逃れるために、うん、全ての指を食べる、見つけ出して食べる、そう、取り込む、そう、それが、まあ、物語の主軸だっていうことが分かればよかったと思う、うんうんうん、それがさっきのになっちゃった、うんうん、いやだから意外と難しいね、それで考えると。だから多分その物語全体としてはこことこことここがなんかこの物語の重要なポイントなんだろうなっていうことが理解できてても、そこをチョイスするっていうのがまたまたそのもう一段階上なのかなっていう気がしました今。なんかそうね、うん、いやでも面白いね、はいはい、そっか、こういう風に作ったんだ、偉いじゃん、これすごい時間かかったでしょ。いやそんなことないですよ、でも、うん、一巻バーって見て、うん、いや国語の授業は得意だったんで私、ね、テストはテストでは点数取れるタイプだって、そう、国語だけは、うん、はい、ようやく呪術廻戦やった。僕はね、僕はあの老人と海です。あ、後ほど。そっか。老人と海。いやでも呪術廻戦でも、まあ、今の説明で言ったことで、まあ、ほぼ尽きてるかな。虎杖悠仁がスクナの指を食べて、呪われてしまい変な力を得る、うん、死刑を宣告される、うん、それならばすぐの死刑を逃れるために、うん、スクナの指20本を食べて全て見つけ出して食べてから死ぬことにしようと言って、うん、高校に行って呪術について学んでいき活躍するみたいなことが入ってれば OK です。いや面白いですねこれ。勉強になる。いやこれでも多分自分でやっていかないと、聞いてるだけじゃ身につかないから、うまいねとかだけで終わっちゃうよね。そう、ダメダメ、やんないと、やるのが大変。そう、やるのが大変だけどね、はい、うん、じゃあここでですね、この呪術廻戦の中からちょっとお便り1個僕読みますね。はい、一つじゃあ読みますね、はい、さっきのマスさんからいただいてるお便りです。コロナで自宅待機が多くなる中、文章で自分なりの世界を構築したいと思い、オトラジオを聞き始めました。お三方の会話を聞く中で視野が広がり、苦しい時の肩の力を抜いたしのぎ方が上手くなった気がしました。なるほど。仕事は良くもなく悪くもなく、
日々こなしていますが、職場の中でより大切にされ始めたかと思えるようになりました。小説は相変わらず書けませんが、読書がより楽しくなり、これは悪くない生活なのかなと思っています、うん、これからもオトラジを楽しみにしていますということです。なんか自分のポジションが見つかると楽になるよね。そうですね、会社でも、うん、まあフリーランスでもそうなんだけど、うんうんうん、この人こういうポジションなんだっていうのがはっきりすると、うん、周りの人もね扱いやすいしね、うん、そうですね、うん、ありがとうございます。じゃあご質問いいですか。はい、ご質問なんか小説家スペシャルということで質問もたくさん来てるので、はい、間でもしよかったら言ってください。冬に霊さん40代女性からいただいています。はい、平さん、早川さん、のあさん、こんにちは。いつも本当に楽しく拝聴しています。直近のダブル村上会、創作に関する Q&A は胸に刺さるものがたくさんありました。細々と小説の執筆を続け、初めて長編小説を書き上げました。どこか新人賞に応募してみるつもりなのですが、応募要項に筆歴を書くよう指定されていることが多いです。短編をいくつか応募したことはありますが、入賞歴はありません。落選したことを書いても何もプラスにならない気がするのですが、そういう場合は小説を書き始めて丸年とだけ記載すればいいのでしょうか。ちょっと情けない質問ですが、教えていただけたら幸いです。あ、これね、あんまり気にしなくていいです、うん、筆歴は向こうは気にしてなくて、要はこれまで20年間ずっと応募してきましたみたいな人だとちょっと大変だよなっていうので、うん、そこら辺を見たいだけなの。なので過去これまでにどんな賞に応募してきたかを普通に書けばいいです、うん、要するに何系の賞に応募してきたか、何年ぐらい書いてるかっていうのを知りたいだけで、ざっくりとみたいな。そう、向こうはそれに関してそれで足切りをするとかそういうこと一切ないので、うんうんうん、本当にそのまま事実を書けばいいよ。だからミステリー系の江戸川乱歩賞に3年間応募とかでもいいし、うん、初めて書いて初めて応募だったら初投稿みたいなことでももちろん全然いいから、うん、あんまり気にしなくていいです、うん、逆に初投稿って、まあでも初投稿じゃない、初投稿って書くのもあれだから、まあ事実をただ書けばいい。そう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 、それによって何かを見ようとしてるわけじゃないの、うん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 、だからどれぐらい何年書いてるのかなこの人とかさ、どっち系の傾向の小説書いてるのかな、ミステリー書いてるのかな、ホラーかな、純文かなみたいなことを知りたいだけだから、うんうん、なるほど、うん、だから気軽に、まあ、事実を書けば大丈夫です、はいはい、ありがとうございます、うん、さあということでね、市川らすじこのもう呪術廻戦だけでね、はい、ちょっと楽しくなってきました。でもなんかね、はい、自分の書いたのもそうだし、人のもこうやってみんなで話しながら、井田さんからポイントを伝えてもらうと勉強になりますね、うん、本当ですね、うん、はい、ということでこの後、ね、皆さんの課題演技応募いただいたもの、そして、ね、自由演技ということですね、それぞれまあ僕らも含めて次戦の作品の、あらすじも、続々発表して、そして、まあ、井田さんから公表いただきたいと思いますので、うん、本編楽しみにしていただけたらと思います、はい、続きは4通りご視聴方法がございます。YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、ニコニコ動画、audiobook.jp いずれかの方法でご視聴ください、はい、詳しくは概要欄からどうぞ、それでは後ほど、はい、だからノアさんが老人と見という企画があって、これを映画化したいんです、つきましてはカリブ海で大ロケを観光するのでって言って、ハリウッドでネットリックスでもバーナーでもソニーコロンビアでもいいんだけど、そこに70億円出資してもらいたいって口説くときに、この話って老人が海で魚取るだけなんですよねって言う言えない、コツコツやろうって話だと思うんですけど、うん、それでもなんか効率よく楽して鍛えるためにはどうしたらいいですか主人公を入れる、敵対する敵を入れる、争点あるよね、なぜ戦っているのか、その原因を入れる、そして